今日はですね、世界一の iPhone ケースを作ると言われている坂本ラジオさんのグラマスという製品がありまして、それのですね、どういうふうにしてこう生まれるかっていうのをですね、社長のですね、坂本雄一さんに来ていただきまして、今日いろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにいろいろなこう製品が世の中には多分ね、はい、たくさんあると思うんですけれど、はい、その中でもなぜ iPhone ケースに置いた当時なんですけど iPhone3G か 3GS だったと思うんですけど、はい、まだ iPhone の方の初めの頃だったんですけど、はい、まあ、ちょっと間違って魔が差して買っちゃったんですよね。魔が差して買っちゃったっていうと、はい、ガラケーだったんですけど、あ、それまで僕はガラケーを使っていて、はい、スマホという言葉がない頃 で、はい、でガラケーをちょっとスマホに変えてみて、まあ、iPhone に変えてみて、はい、でまあ、いじくってるうちに結構こう面白いな、すごい面白いおもちゃだなと思って、こんな面白いおもちゃあるんだと思って、まあ、結構そこにこうグッと入ってったんですよね。コレクションですもんね。だってなんかこうグッとこう入っていくって、はい、面白いなと思って、ただその頃こう可愛いとかかっこいいとかっていうアクセサリーが全然なくて、アクセサリーというのはいわゆるケース、ケースとか、はい、あと、まあ、充電のケーブルだとか、まあ、いろんなものなんですけども、はい、そういうものがもう本当使える、ただ使えればいいでしょうみたいな、保護できればいいでしょうみたいな、シリコンの普通のまだ機能性しかない時代ですね。そうですね、機能性しかない時代で、はい、もう全然おしゃれじゃないしこうスーツから出した時にかっこ悪いし嫌だなと思って見てた。そうですね、おしゃれが好きですもんね。だってもともとかっこいいもんね。なのにもかかわらず世の中にはそういう素敵なものかっこいいものがなかったと。なかったんですよ。なるほど。でそれでまずどうしたんですか。でどうしようかなと思って、結局自分で初めなんかこういうケースじゃなくて初めバンパーだったんですね。バンパーというのは、この周りにですね、はい、アルミでこう周りをこう囲うような枠ですね、はいはい、でそういうものをちょっと一番初めに作りまして、でまあちょっと試作で本当何十個か作ったんですよ、はい、そしたら結構かっこいいって話になって、まあ、内輪で、はいはい、でこれ売れるんじゃないみたいな話になって、そこからちょっと商品化したら、はい、思いのほか売れてしまって、それが最初の一番、そうですね、はい、一番初めの第一号の、そうですね、それが最初だ。その今ね、これ、はい、作ってらっしゃるすごく人気のものだと思うんですけど、はい、蓋がついてるところ。そうです、これは蓋はこういう形でついてて、まあここは磁石でつくようにこうなってたり、ね、すごいんですよ。皆さん見ていただきたいんですけど僕も見せていただいてびっくりしたんですけど、ここね、どこに磁石が入ってるんでしたっけ。ここに入ってます。ここのここに入ってるんですか。はい、でここが鉄のプレートなんで、それでくっつくんです。この感じですね。なんかいい車乗ってて、ね、ガチャってこう締めたこのバスッとした感じの剛性の良さと似てますよね。ありがとうございます。ちなみにこの商品のこだわりっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか。これはですね、ひたすら薄くスタイリッシュにっていうことで、もうとにかく確かに薄い、薄くで結構ここをスナップのボタンとかつけるのは多いんですけど、ありますね、確かに。いきなりこう可愛くなったりちょっとかっこ悪くなっちゃうんですよね、で、まあ、こうポケットから出した時にやっぱこう、スッといけるように、スッといける、スーツから出した時にかっこいいみたいな、そういう形でちょっと作りました。でとにかくひたすら薄くという、薄くっていうのは皮を薄く、そうですね、皮を薄くすることもありますし、このフレームも薄くすることもありますし、はい、徹底的に薄くっていうところですね。薄くするとどうしてもこう強度っていう部分では、はい、なくなってしまうんじゃないかなっていうようなこう気持ちもあるんですけど、その辺はいかがなんですか。でこのエッジのところとかが、まあ、iPhone5 の時ちょっとやっぱりこう弱くてボロボロになったんです、はい、ここわざわざ折り返してこう入れたりとか、ここも折り返してこう入れて、細かいですね、ここの菊寄せっていう、はい、手法なんですけど、菊寄せ、こうすごい、これ全部皮寄っちゃってますね。これ寄せてっていう、本当は切りっぱでこうバッと縫っちゃうと楽なんですけど、はい、これ高級な財布とかでよく使われる技で、これね、ぜひちょっと写真で後で撮りましょうかねこれ動画で見れますかね、菊寄せっていうの。すごいすごい技術です、これ。うーん、細かいですね。細かいです、細かいです、すごい。ステッチもものすごく丁寧に綺麗に入ってるんですね。そうですね、はい。ちなみにこの革の材質、革はこれは牛革です。牛革、はい、でもすごくしっかりして手に馴染む感じがするんですけど、はい、ありがとうございます。これはメイドインジャパンの、いや、革自体はメイドインジャパンではないんですけども、はい、はい、そうなんですね。でここは鉄のプレートが入ってるんですけど、プレートが入ってます。でも革巻いてますよね、これ。全部革巻いて、で小刃の処理まで全部してるので、あの、うん、わ
脇のところまで全部こういう形でこう場の処理を。いやすごい綺麗によくできてますねこれ、はい。ちなみに他の部分のこだわりっていうのはどういうところにあったんですか。ですね、まあ、ちょっともう一つ、はい、磁石って今先ほど使ってるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、その辺は、はい、まあ、中に入ってるものがこれ、ね、あ、ホイが、はい、とかスマートフォンじゃないですか、はい、その辺はいかがなんですか。そうですね、たまにですねやっぱり、はい、磁石ここに入ってることによってこう開けてこう使うと狂う時があります。はい、で、はい、それは僕が使わないので、僕が使わないっていうのはその私が方位を使わないからってこと。方位を使わないので、はいはいはい、その機能使わないので、うん、OK。あ、いいかと。いい。はい。で、これで方位狂うっていう人はもう買わなくていいと。うん、なるほど。そのくらい割り切って、はい、それでこうなんかスナップとかつけたり、なんかつけるって格好悪くなるんだったら、だったら格好いいまんま行こうと。で、ね、もう本当不便だったら出して使ってくださいと、はい、いうぐらいもう割り切ってます。で僕と同じ人が多分世の中に1000人か2000人ぐらいいるんで、じゃあ作ろうかって言って1000個とか2000個ずつも作るっていう。なるほどね、はい、マーケティングをしないマーケティングという。マーケティングをしないマーケティング、あ、面白い発想ですね、はい、うん、ただやっぱり自分の一番欲しいなというものをなんというかこう素直に、そうですね、そこをぶらさないっていうことが大事なんですかね。そうですね、欲しいものを作るっていうのはすごい大事かな。素晴らしい考え方ですね、それね。そうですね、ありがとうございます。今までもそうだったんですか、やっぱり。結構、まあ、サラリーマンの時ってどうしても売れる商品作らなきゃいけないし、はい、時代的にね、そうですよね、この時代ですからやっぱり企業としても、はい、投資をしてリスクをかけた分やっぱり売れないとダメだよね。そうです。坂本さん何個売れんのみたいな、絶対上からは言われますもんね、はい、で売って当てて、まあ、商品企画の人間としてはまあ正しい、はい、うん、だけどやっぱり自分が欲しいもんじゃないなって思いながらこう物を作ってたんです、ね、これね、聞いてらっしゃる方は皆さんその葛藤で揺れてる方すっごいいっぱいいると思いますよ、はい、サラリーマンとかビジネスマンの方とか、はい、うん、商品企画の人間ってもういつもそうですよ、そこで葛藤なんですよ、うん、あ、欲しくないのにな、でも売れるからしょうがないな、この機能つけとこうとか、これ使わないのになみたいなのが多いんですよ、うんうん。で、まあ、自分が社長になれば、はい、磁石狂う、当たり前じゃん、磁石入ってるからでも俺使わないからそれいいだろうと、そう、それをもう狂うとか言う人は使わないで、買わなくていいからそこが大事なんですね、っていう割り切りです。なるほどねまあ乱暴っちゃ乱暴なんですけど、オペレーターではでもやっぱできないことなんで、まあ、なんかみんなこういろんな人の意見聞きすぎてるんで。確かに、はい、でもやっぱり自分が思った根幹みたいなことはぶらしちゃいけないし、そうですね、それがイコール独自性みたいなことにつながっていくんですかね、はい、だと思いますし、100人の意見を全部聞いて入れるとこういろんな機能がいっぱいついて、確かになんかてんこ盛りみたいな、てんこ盛りみたいなんで、何なのみたいな商品になっちゃうんで、だったらもうとにかく自分がかっこ悪いと思った機能とかそういうものはデザインも入れないと。で、まあ、人によってはこうした方がいいよとかあした方がいいよとかいろんなこと言う言われるんですけど聞かないなるほど。ちなみにこう今もう7年目を迎えて、はい、すごくいい安定期というか状態に入ってきてると思うんですけれど、ね、はい、常に毎年のように、はい、新しい新作みたいなのを発表されるんですか。そうですね、まあ、iPhone って大体9月に新しい新製品が出てくるんですけど、当然 ね、はい、機械ですからね、はいはい、でそれに合わせてまあ割と出してたりもしますね。あとは秋冬とか春夏とかっていう形で、はいはい、SS とかFW とかっていう形でちょっとアパレルっぽいんですけど、はい、そういう形で物を今出してます。あ、そうなんですね、はい、ちなみにこう一つの製品が出来上がってきて、はい、やっぱり坂本さん自身は使うんですか、はい、やっぱりそれ僕全部使います。あ、そうなんですね。うちの社員もそうですけど使わせるんですけど、はい、僕も全部 ほとんど使いますね。まあ、色はいろんな色出るとあれなんですけども、まあ、色は一色かもしれないですけど、でも全部使って、使ってる時に何か感じられることとかあるんですか。正直言うと失敗したなってこともあります。あるんですか。あります、散々サンプルの時に考えてやるんですけど、使ってて、あ、ちょっとここなっていうところはあって、でそういうのをたまにユーザーの方から指摘されるとめちゃめちゃ恥ずかしいです、ね、なるほど、バレたかみたいな、うん、そうするとどうするんですかその後っていうのは。そうすると分かんないように直したりもします。と、うん、いうことはやっぱり常にこう一つずつブラッシュアップされてるっていう。ブラッシュアップしてきます。ですから同じ型番なんですけど、実は来月作るやつの方が方がちょっと良くなってたりします。微妙に。じゃあ
1年目のものに作ったものよりも今現在7年目の方がすごく製品として完成度かなり上がってると思う。ああなるほどね。常にじゃあ使用感とかっていうものをすごく大事にしてブラッシュアップされてると。そうですね、自分で使ってどうかなっていうのは一番大事です。結局自分が欲しいものを作るっていうのが根幹なんで。なるほど、常に製品とこう対話しながらっていう。そうですね、そうですね。